71から409はロシア連邦のウラルトランスマッシュが展開する路面電車車両。車内全体が低床構造となっているバリアフリーに適した連接式超低床電車である。自走砲などの走行戦闘車両の生産を主事業としているロシア連邦の重機メーカーであるウラルトランスマッシュは1997年以降、 路面電車車両の製造事業に参入し、2000年代以降はバリアフリーに適した超低床電車の製造を行っている。その中で初めて車内のすべてが低床構造となっている100%、超低床電車として開発されたのが71から409である。片側のみに運転台が設置されている連接車で、台車が設置されていないフローティング車体を挟んだ3。 車体連接式の編成を組む。台車は、ウラルトランスマッシュで開発された車軸がない、独立車輪式台車が採用され、これにより、車内全体の床上高さが370ミ、mm、リメートルとなっている。主電動機は、誘導電動機が用いられており、各車輪の外側、合計8機が設置されている。車内には二一列のクロスシートや四人掛けのロングシートが存在するほか、 ベビーカーや車椅子が設置可能なフリースペースもある。また車内外には監視カメラが多数配置されており、安全性の向上が図られている。冷房が完備された運転席は客席から分離されており、運転台に設置されているタッチスクリーンには車両や機器の状態、消費電力が表示される。2020年現在、試作車を含めて71から409は、 以下の2形式が製造されている。ありがとうございます。